はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。2時40分を回りましたね。4月は16日、ですね。今日は確かそうですね、火曜日でございまして、今日もですね、もう半分以上あってマーケットは終わりかけでございます。日経平均はどうなったかと言いますと、今724円安ですね。まあ一時900円下げてたことを考えれば、ちょっとマシやんと言えなくもないんですけど、まあ調子悪いですね。しかしね、ほんまにね、昨日もね、で、38,498円、1989年のですね、大納会でつけたですね、38,915円でしたっけ、あれを上回って大騒ぎしてて、行くで、今年は5万円や10万円やとか言ってた連中いますよね。あかんやん。いや、僕はね、4万5千円派なんですよね。4万5千ぐらいまで上がってもええんちゃうと思っていたんですけど、4万1千いくらぐらいまで行きましたよね、一時ね。でもここのとこあかんねん。何があかんかようわかりませんけどね。で、ドル円は 154.332 と。あっさりと154円台に行ってですね、これほいでまだ介入してる気配がないんですよね。でですね、香港反省も、開きましたね。今日開くんですか、今日。マイナス252ということで、16,348と。なんといっても金が高いんですよね。2403。で、なぜかビットコイン安いんですよね。ようわからんですけど。上海総合行きましょうか。上海総合。多分ね、多分3000守ってるんですよ。守ってますね。3036というですね、まあ、堅調な数字を出しますね。まあ、それでも20ポイント下がってるんですか。もう最近も上海はね、上海を見るのはですね、中国共産党の方針を見るというためには一番いい指標かもわかりません。で、香港反戦というのはですね、中国共産党があんまり熱心にやっていないというところですね。ふーっていう感じですけど、はい。ですね、今日大きな動きを見せているのはですね、ドルウォンなんですけど、今ちょっと頑張ってますよ。1395.69 と。1400は行かさへんで、というふうに。まあ、完全に韓国政府は介入してますね。必死で介入してますね、これね。まあ、でもね、ドルがつければ終わりですけども、ですね。さて、日経新聞、今日のですね、11時57分にこんな記事が出てましてですね、日経平均一時900円安、小売決算に物足りなさという、これは越智小夏という、なんでしょうね、これ。小夏さんって女性でしょうかね。6行を読ませていただきます。16日の東京株式市場で日経平均株価は大幅続落し、下げ幅が下げて下落幅が一時900円を超えた。下げが目立ったのは前日決算や業績下方修正を発表した小売銘柄だ。インバウンド、訪日外国人向け需要の強さや賃上げによる国内消費の回復期待を背景に、小売株は2024年の年初から上昇基調だったが、ここに来て終わりの見えない円安進行や資源高のへの不安で風向きが変わってきた。日経平均午前の終わりにおにゃおにゃという感じですね。賃上げって言うてますけど、あれはですね、メディアでニュースになる大手企業の春闘の結果だけなんですね。で、今、中小もですね、賃上げには動いています。で、実際賃上げは全体的な傾向になってまして、これは多分新卒のですね、初任給もですね、多分ガツッと上がってますよ、きっと。1割ぐらい上がるんちゃうかな。こんな感じなんですけどね。
でも実質賃金は先日発表があった通り23ヶ月ですか連続減少ということになっています。実質賃金というのはですね、賃金の上昇と物価上昇やその他ですね、税金やその他の負担から考えて実際使えるお金が増えているのか減っているのかということですね。減ってます。ずっと減ってます。23ヶ月ということはもう2年近く減っているということなんですね。もうね、ということはつまりですね、日本の個人消費は伸びないということで、多分個人消費もデータが出てくるでしょうけども伸びないと思っているのも伸びないと思います。でもですね、物価は上がっています。最近ですね、またですね、物価上昇がぶり返してきた感じがしますね。僕は一消費者です。いわゆるですね、仮想階級に属する一消費者だと自分では思ってるんですけどもですね、毎日物を買うでしょ、ご飯を食べるのに、ね、私外食をほぼしないんですね。スーパーで物を買ってですね、このいや事務所内で調理をして自分で食べたりですね、そのものすぐ食べられるものを買ってきてそのままですね食べたりしてるんですけども、すると毎日イオンの中を通るんですね。で1日2回通ります、行きとかに通勤路というか駅への順路なんですよ僕の。まあで何か買うたりしますよ、大体半分ぐらい買いますかね。で野菜の値段とですね、ここで消費するはですね、まあ加工食品の値段は毎日 目にしますから、やっぱり上がってきてますね。着実に上がってきてます。でまあ、これ消費者物価上がるんちゃうかなという感じがしてきました。いや困ったもんですよ。でそれがね、日本経済にどういう影響を与えるかっていうのはですね、まあなんていうか、そう一概には言えないんですけどもですね、一般消費者、大半の消費者の給料は上がっていないわけですね。にもかかわらずですね、物価が上がってるということはやっぱしね、人々はこう財布の紐を締めるという傾向に行くわけなんですね。これでもって、ね、日本経済にいい話はあんまりないんですよ。あんまりというかほとんどないと言ってもいいでしょうね。円安になっている、まあ、円安になって一部の業種は潤います。例えばインバウンドがいっぱい来ていっぱいお金使ってくれますよね。それでインバウンドはね、落とそうかね、あるいはインバウンドの消費という、インバウンドがこう、まあ、航空運賃とかホテル代とか含めてですね、落とそうかねっていうのは、日本経済 GDP にとって、ほんの 3% あるかないかぐらいなんですよ。つまりその 3% が 1割増えてもですね、3.3% しかならないわけですね。2割増えて 3.6%。実はですね、あんまりおいしくないんですね。私の生まれ故郷を育った22歳まで育ったの、暮らしたのはですね、京都という町でして、まあ、割合ですね、観光地が近いところに育ちました。でインバウンドがやたらと増えたでしょ。コロナの前もいっぱいいたんですよ。今また戻ってきたんですよ。で、私の肌感覚で京都経済が良くなったかどうかって、全然一部ね、そのインバウンドからお金をもらう業種、ホテルとかね、土産物屋とかですね、インバウンドが来るような飲食店は、まあ、多少は潤ってますけどもですね、トラディショナルな京都の人たち、私の周りはみんなそうですけど、まあ、全然関係ないです。私の知り合いはですね、建築士、設計士ですけどもですね、インバウンド関係ないでしょ。まあホテルの設計でもやら関係あるんでしょうけどもですね、ほぼ関係ないです。だからインバウンドって言うてますけどですね、一部業種なんですよ。まあただね、これはね、今多分今年は3500万ぐらいかと思うんですけども、日本はこれが1億になる可能性があるんですよ。いやいや、ほら吹いてるわけちゃいますよ。フランスはですね、人口8000万ぐらいなんですけど、年間それに近い人数の観光客が来てるんですね。で日本ははっきり言って、ね、フランスよりも観光資源はあるような気がしますね。いや、まあ、もちろんフランス、パリすごいですよ。
でも日本にはパリだけちゃう、東京だけちゃうやん、京都もあるやん、奈良もあるやんってでしょ。であれとはまた違った魅力があってですね、で飯うまいやん、物安いやんということでしょ。で今やですね、そんなに遠くないわけですね、ヨーロッパからしても、なんで日本は1億ぐらいの観光客が来るようになると思いますから、今 3% のがですね 10% になる可能性あるんですよ。まあ、そうなれやね、もう大成長産業ですけどね。でもそうなるまでにはまだ時間があってですね、大半の日本人はまだまだですね、この低い給与所得にあえがなあかんわけですよ。で、お隣の中国が今大不況なんですね。で、これにですね、物を売ってる、中国に物を売ってる企業は軒並み決算がやばくなってます。で多分もうすぐ出てくるんですけどもですね、中国ビジネスをやってる企業は軒並み決算が不振になってます。で、大手企業はですね、あれですね、ベースアップで多少上がったかもしれませんけども、さっき申し上げた通りですね、物価やその他諸々がそれ以上上がってるわけでして、ちっとも僕らの生活は良くなっていないんですよ。ということは日本経済ひょっとしたらですね、まだ低迷中であってですね、株価は4万円を一瞬超えたりしましたけどもですね、そんなよろしくないんではないかという見方ができなくもないんですね。で、ただ日本経済救いはね、失業率が低いことなんですよ。皆さんの周りでもですね、クビになって、働くとこないねみたいな言うてる人いないでしょ。いませんよ、私の周りでも。だからね、こう低失業率が日本社会が一見安定しているように見えるんですけどもですね、中身はね、皆さんの給料上がったって 5% でしょ。でもそれ以上にね、もう税金も上がってるわ、社会保険料も上がってるわ、今度またなんたらで、なんたら、子育てなんたら金を払えとか言ってるわけでしょ。あかんやん。あかんやん、それ全然。ということで、日本経済は見た目よりもかなりこうよろしくないというのがですね、そういう見方もできるというふうに思います。ただね、失業率が低いということはですね、安定しろっていうことではあるんですよ。だからそういう点から言うと景気は悪くないと、もう言えなくもないですよ。言えなくもないですよ。でもですね、どう言いますかね、こう、思ってるほど良くないというのも一面の真実だって。高いマンション売れてるんですよ。東京都心ではね。で、それはいかにもおかしい現象なんですね、私から見ると。ですね。だからですね、日本も部分的にはね、バブルが発生してるんですよね。だからこれの是正がしばらく、ここしばらくのうちにですね、発生するんちゃうんかなと。で、その一つの現象がですね、この株価、行き過ぎた株価、株高がですね、早々と、僕に言わせたら早々ですよ。4万5千円くらいまでいくかなと思ったのが、始まったのかなと思う。もう今3万8000円くらいでしょ。今ちょっと見てみましょうか。喋ってる間にどうなったかと言いますとですね、まあそんな変わりませんね。3万8532円、711円安ですね。早々とこれ始まったんちゃうかなと。もうちょっと行ったらよかったのと思うんですけどね。まあ実はそれほど日本経済は良くないということの表れがこの株価に出てるのかもしれません。でもね、さっき言ったように一面いいんですよ。失業者いないですから。で、大きな倒産も起こりそうにないんですよ、今のこの日本経済は。韓国や中国がこれからどんどん倒産していきますよ。でも日本の会社はそんなに倒産するところはなさそうなんですよね。だからただ不動産だけは非常に、都心の不動産だけは非常にバブルですけどね。はい、ということでですね、もしかしてこの株価はですね、この先のですね、やばいことを表しているのではないかという、まあそういうお話でございました。特に、これ貼っときましょうか。冒頭読みました日本経済新聞。日本日経平均一時900円安というところの記事のアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。